今まで。マスク捨てた。リンゴリラパンツって言うわけないでしょ。今の格好私めちゃくちゃダサい。火飛んでるよ。え、じゃあ私のせいじゃないこれは。ねえやだ、ごめんね。太鼓としてやればいい。入れてない。確かにだね。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪いと。いや、いや言うとったのに、気持ち悪いと言いたかった。不織布のマスク終わっちゃった。ごめん、これね、後ろに乗せといてくんない？ごめん、これも2つ。これも。はいはい、どうも。よいしょ、復活。オッケー。冬のマスク。いいっすか。やっぱ変顔って大事だよね。大事。生きていく上で、一番大事。一番大事な要素だよね。今日はね。はい。ゴジラですよ。はい。待ちに待った。ブンディさん、何ヶ月待ちましたかね。もう今日吹き替え版じゃないんですので、字幕一生懸命読んでくださいね。いや、字幕あったがむしろいいよ。だってちょっと複雑なところはあるから、いろいろ組織の関係が。ああ、組織の関係かな。聞き逃しちゃうもんね。そうなの、そうなの。うちの人土地っていうのね。土地のこと土地っていう。土地っていうね。土地だと土地の実になっちゃう場所もある。うん。学校とかでもさ、お母さんに言ったけどさ、なんとかできるらって言ってる。できるら。え、私気のせいかな。え、でも言うじゃない。最後にラつけてる人いるんだよ。いる。なんかさ、いや、わかんない。なんかさ、その、私は聞き間違いでラに聞こえるだけなのかもしれないけど、でも明らかに後ろになんかついてる。いや、言ってるよ、みんな。言う？うん。私、ちょっとそれがなんか、なんていうの。なんとかするら、みたいな感じ。そうそうそう。え、いるんだ、高校生でも。いたと思う。なんかわかんないけど、多分間違いじゃないけど。あら、いるんだ。え、なんかさ、なんだろうね。なんとかするらって。ラなんでつけるだろうな。ねえ。私、それを最初聞いたときに、最初に発覚したときに、うんって思っちゃったんだよ。ラ？私も気間違いかもしれないから、ちょっと。スルーしようと思ったら、その瞬間に、できるら、あ、言ったな、言ったな、らって最後につけたな、男の人でしょ？え、女もいる、女も。嘘？女の子が？最初男の子のやつ聞いてて、別にどっちで言ってもいいよ。あ、そういう人いるんだって思ったんだけど、女子のやつ聞いて、女子も言うって思って。言う。なんとかするら、あ、言うか。基礎も言うの？ズラのズがないやつだろ。うん。基礎はその子がズラなんだ。ズラはさすがにいなかった。父さんってやっぱちょっと黙ってたね。え、なんで？嘘って言うじゃん。え？それはうちらも言うじゃん。そう。私、嘘って言っちゃう。うん。俺、なんつった？嘘。え、でも言うよ。言うの？あ、でも嘘って言うかも。嘘でしょって言うわ。あ、確かに確かに。確かに。それで黙ってんの？嘘。嘘でしょ？俺なんて言ってる？嘘でしょ。こちらは言ってるね。嘘でしょ。そういうこと？あ、本当だ。確かにそこちょっと違うかもしれない。嘘でしょ。嘘ずらでしょ。嘘ずらってない。嘘ずら変。嘘でしょだよね。嘘でしょ。じゃないな。確かにちょっと違うわ。ちょっと違った。嘘でしょーって言ってもいないもん。そうやって言われるとだんだんわかんなくなってくる。嘘でしょ。なんかごめん。普段どうだったか思い出せない。嘘。嘘ずらって言うね。うん。嘘ずら。だからずらをつけようと思うと嘘って上がるんじゃない。ほうじゃんめ。せってつける人はさすがになかった。いない？嘘でせえ。なんとかでせえっていう人いない？それはいないね。ダはいたけど、ズラとせえはいなかった。ほんと？ダはダはいる。ダは言うよ。ダはなんとかするだだ。そう、だから私最初、ラがダに聞こえて。行くだだ。そう、最初、ダって言ってるならまだわかると思ったんだけど、よく聞いたらラだったから、ダなんだって思って。え、だってなんか、2年生ぐらいの時に、なんか男子が、なんか、先生、なんとか
ルするだーってさ。うん、そう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 。だーはこっちの方よく言うね。アズミナの方は。なんか、オレっていう人久しぶりに。いた。中学生、小中学生っぽいよね。オレじゃねえし。あ、それ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 。オレじゃねえし。オレやってねえし。オレやってねえし。なんかみんな中学になるとオレになるんだけど、なんか治んなかったんだろうね。オレになってる。もともと。治んなかった。え、2年生までじゃないの？進化しなかったっていうか。オレは2年生までです。オレ。オレ。俺悪くねえし、そう、俺悪くねえし、大体それね、よく聞くやつ。あいつが誰だし、俺知らねえし、みたいな。近所の人も言ってたね、よく俺。俺。俺、俺。大体しょうもない、なんかサッカーボールで片付けてないとか、そういう時、俺じゃねえし。最後に触ったの、俺じゃねえし。最後に触ったの。最後に触ったの。マジ、謎儀式やすぎやん。なんであんな向きなんだろう。ぶつけようとするんだけど、結局無理になっちゃうっていう、うん、ごめんなさいの言い方もなんか、うん、ごめんね絶対思ってない。待って半切れで絶対思ってない。先生に言えって言われて言うやつ。そう、ごめんね、ちゃんと謝んなさい、ごめんねわって言われて、ごめんね投げやり。あれほんとイラつくよね。かわいい、あるあるだよな。まあね、小学生だったらかわいいもんだけど、絶対お前に申し訳ないと思って。だって社会人でさ、上司に謝るって言われてさ、すめまんさんって言ってた。同じことだからね。そうせん。そうせんとさ、あざあすっていうのもさ、イラつくよね。え、それはちょっとやだな。なんかさ、あ、でもいや、何？顔文字とかであるけど、うん。動画とかで回してるじゃん。で、店員さんとかに、ありがとうございますって。いつも編集してると、俺、自分の声が、ありがとうございますって言ってんだよ。超うぜえ。逆にうぜえな、こいつって。だったらまだ戻すのかも。まだマシだわ、と思って。ありがとうございますって言ってね。え、確かに言ってるかもしれない。ありがとうございます。言うんだよ、お父さん。ありがとうございます。え、でもそれはなんか日常生活で私たちも使ってるよ。そうだよね。ありがとうございます。笑い方の癖無理だ、ね、なんかさ、編集しててさ、自分の笑い声クソキモいなって思った時あるんだけど、こんな私キモい笑い方してるのって思って。動画だったらまだいいんだけど。昨日はあれでしょ、銭湯でずっと笑ってたんでしょ。昨日ずっと笑ってた。ずっと笑ってるのほんとにさ、何をそんな笑うことがあるの。じゃあくすぐったかったんで全然リラックスできない。なんかお母さんがあのタオルかけて寝る場所あるんだよ。タオルっていうのはそのなんかあれね、枕があってさ、お湯が半身ぐらいさ、半身ひたひたぐらいのお湯があってさ、ちょうどいいんだよ。お尻は暖かくてさ、お腹はほらタオルかければいいじゃん。押したら横でさ、クス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 ブワーとかでずっと笑ってるんだよ。くすぐったいとか言って、いや何もしてないしと、ね、何がくすぐったいって言ったら、お湯がジャブジャブチャプチャプくるのがくすぐったいって。いや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 、思ったところでさ、出ろやった。いやこっちはもう ね寝てもうリラックスして、ね、寝るばかりでこうさしてんのにさ、全然寝れないんだよ。隣でずっと、あの足と足の間のさ、変な隙間のところにさ、ブクブク、違う、ただのお湯だよ。ぐちゃぐちゃぶっくり。で、その足の間、足と足の間の、この太ももの辺に、波がこう、降ってくるのがすごいくすぐったくて、あれ。本当に死ぬの、あれが。もう、あれは一緒に行かなくていいです。もうちょい深くするか、浅くするかしてくれたらいいか。あそこ、君は行かないで、つぼ湯かなんかに入っててくれればいいです、本当に。いや、だってみんなそこに行ってたから、なんか私も行った方がいいんかなって思って入ったら。私なんだって、そこがうるさかったからさ、隣の風呂行ったんだよ。ちょっと、露天風呂でね。なんか私は隣の風呂に入ってた。そんなんでくすぐったかったらさ、あのジャグジーみたいなブクブクあるじゃん。無理でしょ、多分。くすぐったすぎたし、ね、静電気のやつ、あれさ、電気風呂どうだったの、電気。心臓に、私あれ嫌なんだよね。心臓にキューってくるんだよ。キューってくるから私も嫌だ、行かないの。私、エホエホってなってたじゃん。指先まで来た。ほんで間に合う時間、間に合う、間に合う、大丈夫。まだ助かる。あ、傘忘れちゃった、大丈夫。走ればいいべ。走ればいいら。ねえ、お父さん最近
さ、うん、地震が来るのが怖くて。なんでだよ。だって絶対来るんだもん、地震。絶対来る。そうじゃん。絶対来るよ。でしょ、うん、それが怖いのよ。しょうがないじゃん、そんな来るの。見てる時に地震来たりとかしたらさ。ちっちゃいな。すごいちっちゃくなってんだけど。行こっか。うわ、もう抜かれる。やだ。もう抜かれてる、ゴジラに。ゴジラ。あ、ゴジラ。まあ、最近ゴンチのことゴジラになっちゃってるけど。でもゴジラ、ゴジラ王って言うんでしょ。ゴジラ、ゴジラ王。入って。指入っちゃった。で、ゴンキーゴングって言っちゃった。どっちがいい。いや、どっちもいいわ。どっちでもいい。やだ。行った場所で決めればいい。カトハイボールですね。大体1000円です。はい。すごかったね。すごかったね。どうだろう。ツッコミどころもいっぱいあるしさ。本当にどうしよう。どうしよう。高い方がエグすぎない。両方の。人間味がありすぎてやばい。格闘技だよ。格闘技。プロレス。バーン。はい。いや、あれで終わりかと思ったんだよ、事変の。バーンとなった後、すごいじゃん。びっくりしてたんだね。してもそうめっちゃくっとで、くじ、鼻ぐわ鼻くくちくそこまで止めてさ、はい、でかわいそうなんかゴジラってそれからかわいそうだったんだけどていうか、オグリシュウいや、オグリシュウ全然出てなかったオグリシュウの必要あるなんか、だんだんかわいそうに、はい白目向いてるシーンしか見てないあそこが一番印象残ってるよねあれ笑っちゃった2度も3度も出すなよって思ってた、うん、かわいそうだろうあれ演出が白目向いてくださいって言われたんだよねそうそうそうだからお前じゃねえみたいなお前はちょっと黙ってろーって最後言ったのかなグワーって言ったじゃんあれ、被服の、履けないのかと思ったら、そういうわけじゃない。あれ、話し合いだよ、ね。あれ、話し合いだったんだよね。だって最初、コングの方がグワーって。くちゃさー今そんなことじゃないんだって、コングもさ、コングもあの時さ、ふーってなったやん。これもう、鼓動が止まりかけて。しかも女の子にもさ、ゴジラは敵じゃないって言われてさ。勘違いやってた。めっちゃ暴れてたけどさ、ただの勘違いやろうってこと？いやでもさ船乗ってる時にやられてるわけだから、うんだね、あの二人は喧嘩して当然なんだよ、うん、船乗ってる時って動くなかった？猫がずっとおっさんが寝てるみたいなおっさんが薬に繋がれてさ南極行く時のネットもやばくなった、うん、空なんか高所恐怖症かって聞いた時にかなと思ったけどよもや本当にあんな日々でさな心臓止まりかけて、うん、心臓マッサージみたいな一回やったやん、うん、でまた行くってなった時に肩抜けてたんだねあそうそう肩抜けてた、うん、ガクッて入れてなんかさゴリンってそう一回ちょっとドンってやってあーってなったけどあーって入れたんだ入れたあ肩入れたと思って抜けてたんだってのもあったしいや私充電したシーンが一番もう感動したあの子マジナイスプレーすぎてもうそうマジやでも最後顔芸になっちゃったって白目ばっか向いてたよ最後の方女の
の子いるじゃん、ちっちゃい子、うんうん、ジアあの子は泣きそうな顔が、ゴンチが泣きそうな時の声、うん、そっくりだったね。いや、いけないよ。ゴンチがうんって我慢してる、もう泣きそうって時の顔にそっくりだったんだよ。普段喋ってる時泣きそうな時、ゴンチ完全にうちのゴジラゴジラがさ、うん、あのゴジラの口をさ、そう開けてうっ、ってやろうとしたじゃん。でもあれさ、普通に私ごめん、もう見えない、周りにしか見えなくて男子と男子じゃんね。なんだそれ。見えねえ。見えだけで、うーってやったらさ、キャーってなるところだったもんね。あれだ。まああれ、キングコングに止めてほしくなかったっていうのもちょっとあったって。どんなだよ。なんかあれをあのままね、ちょっと行ってほしかったなっていうのは。お姉ちゃんの最終的な感想、BL じゃねえか。BL じゃねえか、それ。BL の話になっちゃった。感想、ブルーじゃねえかよ、お前。で、私はそう思って、で、だから後からこう、キングコング来た時に、あ、三角関係だなって一瞬思った。完全に BL の味方。途中でさ、途中でさ、怖い、怖いってやんのよ、こっち。クチョントンってやってみたら。何が怖かった？いや、だってさ、あんな音でかいから。うん。それが何なのか、まあすごいなのか、やだ何これなのか、衝撃がすごい、いろんな感情が襲ってきた。